どうも、なおちんです。さあ、今日も夜回り3やっていきます。よろしくお願いします。小学校の中に入ってきました。自分の教室のところだね、まで行くと、思い出を思い出すのかな。何か落ちてる。汚れた五円玉。どうしてこんなところに。あ、地図があった。とりあえず先に進みましょうか。なんか音がする。のっぺらぼう？のっぺらぼういるんだろう、どうせ。逃げよう、うん。ああ、廊下にいたのね。じゃあこの職員室の中で何かを探すな。あ、あった。なんだ、先生の日誌。あ、知らない名前の生徒のことが詳しく書いてある。特に何もないのかな。もうのっぺらぼう。あ、ノートだ。読んでみよう。友達に七不思議のことを話したらみんな興味を持ってたよ。二つ目の噂を教えてよ。理科室の骨格標本は見てみないときに動いてるらしいよ。骨格標本の前で目を閉じちゃダメだ。わかった、みんなにも注意するよう言っておくよ。次は理科室か。理科室発見。入ってみよう。特に何かが出て、ああ、標本だ。でもドキドキしないな。人体の骨の標本。動いたりはしないよね。目を閉じるなって言ってたからね。え、何もないんだけど、あ、奥の指導室っていうところかな。あった。おい、来んなよ、来んなよ、こっちに。よし、あぶねえ、あいつ。あ、理科準備室の鍵を拾った。あった、ここね。さっき鍵俺持ってたでしょ。あ、これか。ここには何があるの。ちょっと窓の近く行くの怖いな。あった、アイテム。何か奥の方に落ちてるね。何でしょうか。渡り廊下の鍵、やった。渡り廊下と書かれた鍵。はいはい、 OK。 ちょっと待って、骨がいっぱいある。あ、わかった。目を閉じて動かすんだ、こいつらを。やっぱり反応がある、反応がある。来た来た、来てる来てる来てる、危ない。こんな感じだ。こいつらを
動かし、おい！動かして道を作らないといけないんだね。こうやって、おー、いける！おー、いける！でも、ここは無理か。ああ！よし。いけた。いけた。あ？次、渡り廊下、渡り廊下。ノートが落ちてるよ。あ。またノートが落ちてる。読んでみよう。三つ目の噂も聞きたい。聞きたい。二階の渡り廊下にある大鏡の前に立っちゃダメだよ。鏡から大きな手が出てきて、鏡の中に引きずり込まれるから。交換日記。まあ、鏡の前には立たないようにすればいいってことね。行きましょう。これが鏡かい！セーフ。なるほど。大回りしていけばいいってことね。OK。それなら余裕だ。よし。次。渡り廊下の先に行ってみましょう。なんか音がする。のっぺらぼう来てるでしょ。ここは？あ？あ！自分の教室だ。ここは思い出した場所。この辺りで何かを落としたはず。ここに入れってことか。鍵を探せってことですか。わかった。お、二つの鍵が落ちてる。美術室と音楽室の鍵。美術室、音楽室は、どこでしょうか？あ？図書室か、ここは。ないね。ということは、上かな？あ、音楽室あった。ああ、待って。ちょっと、逃げろ。おいって。今のは絶対殺されるやつじゃん。あ、美術室の鍵落としちゃったか。まあ、ここにまたなんか、あるんでしょ？いや、絶対怪しい。またノートが落ちてる。なんだ。読んでみよう。七不思議の話、みんなすごく興味あるみたい。早く次を聞かせてって。音楽が変わったぞ。今日は四つ目を教えてあげる。夜、誰もいないはずなのに、音楽室から音楽が聞こえるんだ。もし見に行ってしまうと、ピアノに食べられちゃうんだ。食べられるって本当？ピアノに口ってあるの？音楽室には近づかないでおこう。もしや、動くのか？何それ、気持ち悪い。おーい！でも音楽室で何もゲットしてない。ああ危ない。あ、音楽室は何もない？ないの？あ、次か。あ、5つ目の噂はトイレの花子さん。北棟2階の一番端の女子トイレで、あ、
あそこか、自分が最初にいたところか。花子さん泣いてるんだ、友達が欲しいってね。絶対に会いたくないけど、ちょっとかわいそうだな。お化けじゃなければ友達になれたのに。絶対に友達になっていいよって言っちゃダメだよ。友達なら僕がいるでしょ。怪しいな、この人も。確かに、君って何年の何組？今度昼休みに遊ぼうよ。わからん。謎がありすぎてわからん。はい、ということで今日は学校の中を、探検していきましたけども、途中まで来たのかな。もうまあ半分ぐらいは来てるんじゃないかな。結構長かったな。ということで次はトイレの花子さんか、行ってみたいと思います。はい、それではありがとうございました。